1等前後賞合わせて7億円が当たるサマージャンボ宝くじが今日発売となり、札幌市内の宝くじ売り場は夢を買い求める人でにぎわっています。発売開始15分前ですが、すでに30人以上の人がこのように並んでいます。今年も1等前後賞合わせて7億円が当たるサマージャンボ宝くじ、今年2月のバレンタインジャンボでも3億円の高額当選者が出た札幌市中央区の大通り地下チャンスセンターの売り場では、億万長者を夢見る人が開店前から列を作りました。ジャンボ買いに来て、踊ったのとかみんなに分けてやるって。マンション買いたいわね。のんびり暮らせるところがいいわね。夢を買いに来てる世界一周の船旅やってるでしょ。ああいうのできたらすごい嬉しいなと思うけどサマージャンボ宝くじの販売は来月4日まで、抽選日は来月18日です。